きなりなんですけども、今タイに今タイのコーヒーを飲んでみようっていうことですね。アコンのドレン海水ですね。頼んでもいいですか。西田。西田。ああ、西田。ダークロース。西田ダークロース。ああ。Thank you. You on YouTube.あー着きました。ローカル感のあるコーヒーが飲めると噂で連れてきてもらいました。あーでも可愛い雰囲気ですね。あーもうめちゃめちゃでっかくコーヒー書いてある黒板に。森の中に消えてる。とんでもない席がさっきもうねおしゃれなところで涼しくアメリカの飲んできたんで真逆の安くない。でもなんかなんて書いてるか分かんないけど、コーヒーもめちゃくちゃ強い。20バーツカーフィー。これこれノーコーヒー。あーウィズコーヒー。リンちゃんにこれなんだろう。あ、じゃあそのタイカフェ。あ、タイランドコーヒー。タイスタイル。タイスタイル。ホットでしょ。ホットない。あ、なるほど。タイスない。タイはホットない。マイスアメリカ。おお。ナチュラル。コーヒーの。アメリカのコーヒーが違うんだ。え、なんか何飲み物？ホットモカだね。ホットモカ。うん。ここはホットモカだよね。カクテル。すげえなこれ。マシン。じいちゃんちじゃん。あれなんか体育館なんですか。あれ天井高すぎるけどね。ブレックファーストモーニング、ハンバーガーみたいな。セルフハンバーガー。うわすごい。これセルフなんとかハンバーガー、ね、これナンプラーかけるってこと。ナンプラーですけど、ああ見てないとこめっちゃかけちゃった。あすごい実食出た。うんうまい。早っ早っ。暑いと飲めないよ。さあアメリカのマフラーってもうタイカフェ、タイコーヒー。まあ何も考えず普通に飲んでみよう。普通なんかね、普通に深入りのコーヒーを氷に入れた感じで美味しそうな感じ。量が異常なんだよ。量がね。これって何ぼだっけ。20バーツ80円です。あんま、しかもぬるいのは何だろう。下の方だから。まだシナモン、なんかっぽい感じある。わかんないけどめちゃめちゃ甘いっていう。わかんないけどなんかお茶っぽい雰囲気。めっちゃみたいな、悪くない気がします。あ、これアイスアメリカンマン。アメリカンマン、うめえ。うまい。全然別物だと聞いてこようかな。何で、あれタイランドコーヒー、アイスタイランド。インシュガー。いや、あ、シュガー。シュガー。カフェシュガー。あ、コーヒーシュガー。コーヒーインシュガー。オーリアン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 コーヒー。オーリアン。オーリアンというものがこの中に入ってるっぽいことですね。オーリアン、わかんねー。オーリアンというものが入ってるかもしれない。あれかい。分かってる。甘めやつ。オーリアン。今MBK センターっていうところに来まして、友達と来たんですけど、さすがにタイに来たからにはタイ式マッサージ受けとかないとやばいぞっていうことで、まあ、これからちょっと一人で、ね、抜けて行ってくるんですけど、さっき通ったらこれ分かります？完全にカルディ先輩がいて、たまたま通ったら気づいて。これねマジでカルディなんだ。カルディコーヒーとか。カルディのカフェってそもそもね日本にないような気がしますね。知らないけど、さすがにちょっと飲まないとね、いつもカルディってあれですから、ちょっとねマイルドカルディがねあるのかどうかっていうことで、ね、豆が置いてあるんだ。ダークコールドブリューブレンド、コロンビアフルシティ、サイアムマウンテンローズ、スペシャルテリコ。マイルドカルディないのか。あでもこれあれやん、あれだ、ブルーマウンテン、カタカナで書いてる。あ、もう全部同じだ、この辺全部同じだ、多分。ホットコーヒーだよね。ホットコーヒー。ノーホット。ノーホット。コールドブリュー。Yes. It's American? あ、じゃあコールドブリュー。Yes, yes. あー、なるほど。水出しコーヒーだよ。で、それ、アイスコールドブリュー。ちなみに、マイルドカルディ、マイルドカルディ、ビーンズ、ない、ノー。マルドカルディ。I'm Japanese. You start from Japan? No staff. Japan カルディ。User. マルドカルディ。Japanese famous beans. なるほどね。ブレンドしたやつがタイに入ってきてるってこと。Indonesia, Brazil, Thai. Indonesia, Brazil, Thai. And blend in Thailand. This one from Thailand.タイラン、yes. サイアン、yes. あ、これにしようかな。サイアンマウンテン、from サイアン、yes, it's Thailand beans. Yes, Thailand. お願いします。これと
And this cold brew. Okay, one Siam and one Krobu. Yes. You want bean or powder? Beans. Okay. You have machine for powder. コーヒーミルこの中に入ってます。まあ YouTube か。What's your name? I don't know. English. Mr. Bean Chota. Over there. Thank you. めちゃめちゃ面白かったですね。いただきます。実食。うまいわ。やっぱアメリカのばっかりやったんですけど、さっき飲んだら、いや、うまいんですけどね、アメリカの。これ、バチバチ水出ししてましたよね。普通に売ってる器具で、売ってるのと同じ器具で水出しコーヒー。めちゃめちゃチョコレート。水出しだ。でもパッケージもね、日本と違ってちょっと可愛いし。買った、これ家で飲むのめちゃめちゃ楽しみだ。面白い。タイにあるんだ。これね、最高でしたね。まあ、店員さん嫌な顔一つせずというか、めちゃめちゃ説明してくれました。結局あれだ、タイ産のコーヒーを買ったんでね、サイアム。215バーツとかか。800円ぐらいだから、そんなか。1000円しないぐらいで 200g とか、そんなだ。最高でした。タイマッサージ行ってきますわ。また来ます。See you again. OK. まさかカルディがあって、しかもカフェスタイルみたいな感じだとは思わなかったですね。マイルドカルディがね、全然ないっていう。ところがなんかブレンドとかね、唯一ストレートであそこに置いてたのはコロンビアだけでしたね。フルシティローストのこのビルのカルディしかまだ行ってないんで全然わかんないんですけど、ちょっと待って、ちょっとその背景だけ待とうか。おお、来た。おー、いい。はい、ということでいきなりなんですけど帰ってきましたね。これがカルディでさっきね映ってた買ったサイアムマウンテンですね。おそらくというか間違いなくこのタイのカルディにしかないコーヒー豆だと思いますね。これね、ちょっとわかりますかね、なんかねちょっとキラカードみたいな雰囲気があって、後ろとかめちゃめちゃパッケージ可愛いんです。これだけで結構満足度高かったですね。でかなりもう帰ってきたら時間経っちゃったんですけど、冷凍とかしながら今までねちょっと楽しんでましたって感じです。コロンビアとかグアテマラのチューブガイディぽい、そんな感じですね。まあ、酸味はね、そこまではなかったんですけど、苦めの、ちょっとどっしりしたコーヒーで、普通にうまかったですね。まあ、少なくともブラジルとかでもないし、エチオピアとかでもない。いや、これね、いい体験をしたというか、面白いもん買ったなと思いました。で、まあ、無事に帰ってきたわけなんですけども、一番最後、ちょっとね、無事じゃないような事件というか、もうすごいことがありまして、まあ、帰りに、タイの空港にみんなで向かってたわけですよ。帰りはね、全員一緒だったんで、友達8人ぐらいかな。深夜の便に乗るって言って、まあ、44ぐらいでタクシー乗って行ったわけですよ。で空港着いて、おい着いたねみたいな言ってて、僕がこう あれみたいな。でもう、ね、やりながら僕気づいてました。タクシーの中に iPhone 忘れた。僕ねこうやってね座ってる時に、足と足の間、足と足と椅子の間にスッて差し込む癖があるんですよ。一番邪魔にならない人というか。でそこに間違いなくタクシーの中で入れたことを思い出したんですよ。で、もうね、拾った記憶がないんですよね。なんで、もうこれね、間違いなくタクシーに忘れたと。日本でいろいろ豆知識と調べるじゃないですか。タイに行く前に知っておくべきことみたいな。で、そこでちょっと見たのは、やっぱり治安がそこまで良くはないと。だから、トゥクトゥクとかね、乗ってる時にも、すれ違うバイクとかにも取られないように、ここに持ってなさいみたいなこと書いてたりして、まあ、そういう感じなのかなみたいな思ってたんですよ。街とかでね、ケツポケットに財布とか吸って入れたら、やられる可能性あるよみたいな。そういうのを調べてて、頭にあったんで、もうね、完全に終わったと。もうしかも、ただね、iPhone が取られる、まあ、電話が取られるぐらいなら、まあ、というか、まあ、ダメですけど、まあまあまあと思ってるんですけど、僕ね、撮影を全部 iPhone でやってるんですよ。なんで、まあ、せっかく撮った全ての撮影データが、もう、今消えてるわけなんです。まあ、実際ね、その本体よりも、中のね、せっかくタイでいろいろ友達を撮りましたし、YouTube に上げる動画もそうですし、もうそれが全部なくなると。結構やばいなって。一応ね、旅行保険みたいなやつにも入ってたんで、お金は、帰ったらね、いくらかもらえると。携帯買えるぐらいもらえるってことになってたんですけど、中身がなくなったっていう絶望したんですね。で、僕英語喋れないんで、拙い英語で一人でこうフロントに行って、iPhone? みたいな。iPhone in taxi? みたいな。言って、はぁ、みたいな。もう最初に行った受付はね、すごいなんか冷たくはないですけど、事務的な、はい、OK みたいな。担当の窓口まで行ってくださいみたいな。ナンバーインフォメーションゴーみたいな言ってくれて。で、そこ行ったら、そこの担当者の方が結構まあ、親切めな方で伝えたんですよ。My iPhone taxi in my iPhone forget って感じで受付の人に伝えたら、そのスタッフさんが、Wait みたいな。すごいやばいぞみたいな。まあ、親身になってくれて、OK、Wait みたいな。こうやりながら、Wait みたいな、こう。作業しながら、ああ、なるほど、みたいな、言ってくれて、まあ、その経緯というか、それを、もう一回、
ちゃんと僕が伝えておくからみたいな、でっかいインフォメーション伝えておくからあっちもう一回行ってくれみたいな言ってくれて、もうセンキューみたいな言ったわけですよ。でしてそのでっかい受付に行ったら、そのさっきの全く同じ店員さんですね、こう、ああ こっち側を指さして、おいおいみたいな言ってるんですよ。してこっち側見たら、さっき乗ってたタクシーの運転手の人が来てて届けてくれたんですよ。それをびっくりして、もうね、その前知識の、まあ、治安運動の件で 100% 終わったと思ったんですよ。まあ、iPhone なんかね、ロックかかっても売れば違和感なるのかなと思ってたんで、勝手にわかんないですけど、したらもうなんか、ちょっとなんか恥ずかしそうにというかね、ああ、みたいな、持ってきてくれてたんですね。マジで感動して、英語わかんないからセンキューしかいなかったけど、センキュー、センキューみたいな、もう決死のハグをして。確かに、そのね、タクシーに乗るとき、その運転手さんなんかね、優しそうだから、これ乗ろっかみたいな話してそこに乗ったんですよ。他のタクシーのうんちゃんは、あの、その金額じゃ乗せられないよみたいな言って去って行ったんですけど、その人はちゃんと、今送る金額はまあまあ、あれだけど、帰り空港からこっちに来るのはこの時間じゃ拾えないから、この金額でしかできないっていうのをちゃんと、ね、伝えてくれたんですよ、僕らに乗せるとき。で、まあこの人なんか正直というか、ちゃんとそれ伝えてくれたから、理由もめっちゃわかるから、ここ乗ろうかみたいな。っていう運転手さんだったんですよ、その人。それもあってね、なお感動して、うわ、国関係ねえんだ、親切みたいな。思ったんですよね。そういう出来事がありまして、まあ、無事にね、何にもいじられてない iPhone が帰ってきたわけです。いや、マジでありがとうございました。で、その時、センキューしか言えなかったんで、で、なんとなく英語勉強しようかなと思ったところに、今、火がついてる状態で、もう勉強してるってわけじゃないですけど、いつか喋れたらいいなっていうぐらいで、今、撮影してるんですけど、今日の夜、ベトナムに行くんですね。なんで、タイ旅行からもう2ヶ月、まあ、動画もめっちゃ遅れちゃったんですけど、なんとなく、まあ、喋れないですけど、前よりは伝えれることはちょっとだけ増えたんで、全然ね、喋れてないと映すの恥ずかしいですけど、映ってた方がまあやる気出るかなと思うし、その成長の過程をね、なんか動画に収めれたらそれも面白いなと思ったんで、はい。最後のでっかい出来事でほとんど持ってかれて、印象が最高になりましたね。だからね、今度そういうことがあった時は、もうあなたに会えてよかったとか、この国は大好きでまだ必ず来ようと思いますみたいなことをさらさら英語で言えたらいいなと思います。大変ちょっとね、動画長くなったかもしれないんですけど、ベトナム中に一本動画あげようかと思ってるんで、これの。世界のいろんなところでコーヒー飲んだら面白いと思いますんで、また Vlog 回しながら、ベトナムで、どうなした？またね。